疲れ様です。配信スタートしました。聞こえてますか？まだいないかな。いないかな、うん。ムナーリさん一応これ、ムナーリさん一応これこういうのやるんで、あ、カーシムエントリーしてちょっとリーダーっていうか、ゲームの音もマイクも OK ってことで、あ、今、あ、チームももう決まってますね。さあ、おはようございます。今日は、2チームに分かれての全16キャラ使用ザ対決、全16キャラ対決チーム戦。1チーム16キャラすべてをね分担して使い切る感じですね。あれ、レシオ関係あるんですか今日。ああ。
皆さんちょっと、あ、皆さんちょっとチームの構成を決めるので一旦の試合終了で集合してください。でとりあえず闘魂チームがトネピー、闘魂、ニーヤ、ムナーリ、トンタンです。ああ、あ、あ、トモザ来たよ。増えましたね。トモザ来たよ。お、じゃあトモザ、まあそうですね、このルールですと、じゃあ、え、マイクが片方ちょっとハウリングが激しいですけど、まあ、多分大丈夫ですね。ちょっと音を下げれば。さあ本日はザ対決、全16キャラ対決チーム戦。本日も闘魂さんの持ち込み企画。まあ東西戦形式で、全16キャラを消化していく。16対16ですね。今参加者11なので、まあ5人と6人でですけど、結局出すキャラは16キャラなので、まあ5部と5部。トモザさんが100円まだですね。友田さん100円お願いします。
本日のイベント予定のものと予定のものを変更して全16キャラ対決のチーム戦、今チーム編成を考えている最中です。もうしばらくお待ちください。今日は参加者に、関西から遠征者クスモンドさんが来てます。じゃあもう開始できそうですかね。はい、じゃあ配信台モニター下の筐体はラストでお願いします。じゃあトネピーさん、せっかくなんで実況の方お願いします。のじあい、皆さんのじあい、ラストで。皆さん、の試合終了ですよ。終了です。終了ですよ。じゃあ俺とカウスムで 1P2P のじゃんけんしとこ。あ、メン発表しますか。それではですね、じゃあ、ワンピー、了解。じゃあ、ジャメイカよ、よっか。じゃあ、ワンピーチームの、キャラと、担当プレイヤーを上から言っていきます。バイソン、トモザ、バルログ、カワシム、ダルシム、カワシム、チュンリー、クスモンド、リュウ、破天荒、ガイル、中島、DJ 破天荒、ベガ、トモザ、ホンダ、クスモンド、フェイロン、中島、ケン、中島、サガット、バイパー、ブランカ、トモザ、ザンギ、カワシム、フォーク、バイパー、キャミー、クスモンド。次 2P チームですね。上から、バイソン、ムナーリ、バルログ、ニーヤ、ダルシム、トネピー、チュンリー、トーコン、リュウ、トーコン、ガイル、トンタン、DJ、トーコン、ベガ、ニーヤ、ホンダ、ニーヤ、フェイロン、ムナーリ、ケン、ニーヤ、サガット、ムナーリ、ブランカ、トネピー、ザンギ、トンタン、フォーク、トンタン、キャミー、トネピー。以上です。皆さんそろそろやるんで、のじあい終了してくださいよ。のじあいラストでお願いします。あとトネピー、あの実況の方お願いします。せっかくなんで、かぶせありで、先方のみ申告の完全かぶせありのガチルール。
です。ちょっと待ってね。ラウンド1ファイト。誰だ、クソ、クサラさん、キャミ使えるの？見たことない。これ敵チームでしょ、これ。ああ、そういえば今日クリスマスイブなんですね。もう全くもって気がつきませんでしたね。さあ、変わらず X です。自信ないでしょ、絶対自信ないでしょ。期待持たせると良くない。そうクリスマスなんて日本人にはね関係ないですからね。ステキャラ同士だと強いから。ステキャラ同士だとこの負け筋が少ないから強い。さあ、先方は、そういういいキャラ。向こうはちょっとわからないですけど、そう、俺たちには X がある。いいですね。ちょっと皆さん、今日はチーム戦なんで一旦の試合が終了してチームを一応応援しながら16キャラ対決なんで協力お願いします。はい、あ、これ来週の予定が出てるんですね、画面に。うん、先方決まりました。どなたですか。あ、もう決まってるからもう大丈夫ですよ。後出しじゃんけんしないと誓います。今座ってる人です。今座ってるやつが先方。友田さんのブランカ、私たちは DJ の、闘魂さんですね。はい、はい、これかぶせありらしいので、まあ一応負けた時のことを考えてはおきましょうか。さあ、ということで12月17日の、ニュートンの変則マッチ、変則2チーム戦、16キャラをそれぞれ使うというルールになっております。 1P 側のリーダーが、カワシムさん、 2P 側がトーコンさんとなっています。でトーコンさんが今 DJ を使っていて、1P 側の先方はブランカの友田さんを、ちゃんと宣言通りしゃがんで待ってりゃ勝てるだろうって言ってたんですけど、ちゃんとできてますね。いいですね。コパンは潰されにくいんでね。ああ、そういうことは危ない、危ない。その全くその空間に、謎の空間に向かってダイスバット打ってましたからね。あ、いいですよ。あーっと、ダイエアスラを出せばいい感じ。おっと、スライディングが強い。お、これはさすが巻きにくいキャラ DJ。 お、いいですね。 K 投げ、なぜか K 投げ、 P 投げではなく K 投げ、新鮮。さあ、暴れる、ガードしておけば。おっと、ある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 、東郷さんある、慌てず行こう。エアスラを出せ。ふざ、ちょっと良くないですよ、そういうの。さあ、慌てないでね、お互い冷静に粘ればいつかミスってくれるサブキャラ戦同士のね希望がありますから。ずっと座ってりゃいいとか言っておきながら座ってないんですよね。ちょくちょくなんかいいですね。先ほどと同じことはしない。ガードで友野さんもね、いい動きはしてるんですが、だい落ち着いて、軽投げしに行った、落ち着いてね。あーっと、食らってしまった。さあ、東郷さん誰出すの。東郷さん誰出すの。考えてチームリーダー考えて。負けちゃダメだって。
さ、はい、捨て駒が行くんですか、それともちゃんとやるんですか。まあ、DJ がやられてしまったのでブランカ、トマーさんもなんかちゃんと動いてましたね。余計なことはやらずにね、ゲームを知っている、スト2を知っている。終わったって、お、終わったらこれ指名できるルールあり。ニーヤさんの何、ニーヤさんの何がいくの。じゃあフェイロンだって。ムナーリさんが、ムナーリさんってフェイロン使えるんですね、初めて知りました。いや、だって書いてあるんだもん。書いてあるから使えるんでしょ。少なくともコマンドは知ってるはず。レックって何とかはないはず。お、さあ立って食らう、食らう。コンボが今度はちゃんと成功する。いやー、お、いいですね。なんか分かんないなりに前に出て攻めていこうという姿勢。食らっちゃダメだよ。ピオールめくりから、死んではいないが、死んではいないが、友野さんもいい動きをしている。守りに入ってますね。おい、ガードから危ない。あー、投げ返す。頑張った、頑張った。さあ、あっと、ムナリさん、ムナリさん、立ち台パン、立ち台パンが強いんだ、ブランカ戦は。それめくる必要はなかったが、できる。ブランカには繋がりにくい。おっと、ちょっとあまりに知らない動きだったね、ちょっとかわいそうになってきて。さあ、向こうは何出してくるんですかね。誰が何を使うのかちょっと今一応把握はしてないが、まあホンダは多分クスモンドさんが使うので、フェイロンってね、何かぶせたらいいんですかね。もう明確に DJ か、 DJ あたりが出てくるかな。なんか DJ ってパッと使う人いなさそうだし、うん、あ、 DJ はカワシムさんか。破天荒さんが何かを使う、何かを使うようですね。竜ではないか、竜 DJ、 DJ カワシムさんじゃないんですね。さあ分け合ってますよ、ちゃんと向こうのリーダーは。来ましたね。さあ我々次のキャラ用意しときましょうか。あー、だいぶだいぶですね。さあ、いやー、でも DJ、 これ DJ 来たらどうします実際。お、頑張ってはいる、頑張ってはいる。うーん、からレックがなんとなく刺さる。やばい、めくりが、ガード偉い。そして投げは支援。さあどうだ、まあ、フェイロン強いですからね、結構ね。 DJ も強い。危ない、からレック中足、それは逃げる、知ってる、中足。さあ逃げられないから、削って、おっと刺さる、中足埋めて、レッカ確認から、だがまだわからない、まだ一発が、おー、うまいぞ。ソバットのスカリ見ていた、2人抜き。ここはすいません、相手も止めに行きたいところ。次のキャラ準備しといてすいませんでした。まあさすがにやっぱホンダは出せないので、まあ、ガイルはどう、早いか、中島さんだから。うん、フェイロンってめんどくさいですね、やっぱね。めんどくさい ね、 ね、ダメですね、これ我々もフェイロン出されたらちょっとニーヤーさんを出さざるを得ないそうだね、うん、いや、まああと4強を出すっていう、東光さんがね、フェイロン戦はやってくれるんじゃないですか。誰だ、まだ考えてるぞ、うん、フェイロン出されると実際めんどくさいですね。こう、かわしむ、悩む。具体的に出すキャラがいない。まあでも、完成相手だから。
スモンド・チュンリーが行きそうですね。おっとこれ被ってないぞ多分。サブのチュンリーは確実に。いや、あ、お互いサブか。そうサブそうか、サブ対決。でもムナーリさんなんかレック出てましたよね、うん、ちゃんとね。レック出せない人いるんですけど。さあクックスさんのチュンリー意外と使っても見たことあります。あ、何それ。いや今さ、うん、やっぱ良くないですよチュンリー。やっぱ良くない。ああいうのほん、ああいうの見ると本当良くないって思う。いやいやいや、このレックの方がやばいって。お、なんかちょっと入る勝負に勝負に今ちょっと最後までアッパレックで良かったんちゃうちょっとね、ちょっとその辺はねサブキャラなんでね。上に走りましたね、うん。おっとこれは普通に落とす。あら、大パンで落として暴発しちゃった。大丈夫大丈夫。おっと反応いい。投げる、あかん出す。まあまあまあ、おっとやばいやばいよ。とりあえずレックセーフ大事。上からかぶさってさあ、おからおっと、いいいいバックジャンプ。あー暴発しちゃった暴発しちゃった。前に歩いてね、 K を押すとね出ちゃうんですよね。歩きバードキック、ある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 、うん、おうまい。あんなんでいいのいや本当は飛んじゃダメですあ、これちょっと嫌だな。体育出てない。ハナシーさんになった気持ちでやってほしい下がる。いい気候圏ですね。もうお互いね、もうサブの対決としては名カードでしょうね。わあ、おっとガムない。当たり前でしょあーもう当たっちゃった。大丈夫大丈夫大丈夫。逃げて逃げて。あ、大怪我しない。戦列があるが上から来て、おっと、お、逆に、お、ちゃんと逆に行ったの対応してますね、あの男。残り時間が、あーあーあー、あっと、粘った。さあ、チュンリーにはどうするっていうとこが、まあうなりさんがお亡くなりになって、さあ、竜とか俺の竜で死にに行くみたいな竜とか。まあ、普通に言ったらバルログ、フォーク、フェイロンはないから。フォーク早いから。トンタンさんのガイルは、あーあ、いいあ、いいんじゃない。やったことないって。いや、トンタンガイル行きましょう。トンタンガイル やれって言ってます。トンタンガイル、お互いサブなんで。なのないって。世間では結構いい勝負というね。センスでやってもらいましょうか、トンタンさんの。これはレアですよ、横綱のチュンリーとトンタンガイル。さあ、お、わかんないなりにやってもらうことにしましょう。そうですね。これはね、なんかガイルは攻めた方がいいですね。それっぽい動きしてます。うん、おお。あ、この中足、小足中足ね。小足中足ね、それっぽさ。あとサマーが上で当たる。危ない。危ない危ない。暴れない。暴れない。なんだなんだ今。お、投げて。サマーも当たらない。ちょっとできるっぽいぞ。わかんないわかんない。ああ。削れる。できる。完全に。できる。完全にわかんなそう。飛んだとコマンド一緒なんだね。チャージも一緒なんでね。うん。さあ、めくりは投げさせないぞ。投げる。アッパーが落ちないが。左投げ。もうガンガン飛んでるぞ。やばいやばいやばい。ピヨルピヨル投げる。投げて。おっとここガードしてるぞ。中限ちょっとやばいぞこれ。ああこれやばい。まだまだソニック見てジャンプされると、あー出なかったどうするこれ。俺が死にに行った方がいいかな死にに行きたければ行きましょうか。じゃあ本当に死にそうだからちょっと大丈夫いいじゃないですか。いいじゃないですか。いや、バルログブランカでもいいですよ。あ、誰のか、あ、ブランカ行っとこうか。ブランカ行きましょう。続いて、
ブランカですね、トネピーブランカ。さあこれはねやっぱ知らないと、まあ音ブランカの飛びをね返しづらいんでね、そこをしのげないと。おっと2段投げて投げて、これはお釣りが入って、これおっとやばいぞやばいぞ、残った残った、ちょっと横綱の動きがいいですね。そうブランカはなんとかまとわりついて殺したい。おっと暗いテンション、さあ近づきたい、ここは投げに来ない、垂直体育、これは横綱これ3人抜き、そろそろ、トネーピーブランカやられて止めに行くのはどうしよう。ラウンド1ファイト、チュンリーでしょ、竜だって闘魂竜だもん、うん、どうする、ニーヤバルロゴ出しちゃう、じゃあニーヤさんバルロゴお願いします。わかんないって、大丈夫大丈夫、意外とみんなチュンリー戦わかんない、大丈夫、チュンリー使いがいるから大丈夫、一番バルロゴが辛いから、いやいやそうでもないだろいやいや、お投げ返してくる、まあでも地上でもリーチがね勝ってるんでね、バルロクが繋がんないのあれ、まあ、ここでやばい、大丈夫、余計なことしなければ OK、 おこれはバルロクが強いやつですね、強いですね、まあ、バルロクは地上でも空中でも、まあ、チュンリーにはね一方的に勝ってますからね、辛いんですよ。おおおピヨってしまうような気がするがちゃんと待っている背中が強いぞ。さあでもいろいろ逃げれるからね、楽天あるし、かぶせてテンションが当たる、おっとできる、そうするかゲージがないんで、おっとこれ相打ち投げる、やっぱチュンリーだ、ニーヤさん爪で暴れれば OK だから爪暴れ、そうかな、うん、さあ危ないが食らって逃げる、投げられるやばいんじゃないか、大丈夫だった、いやニーヤさんがね落ち着けば大丈夫なの、おっと二択、あー二択しに行くこれは危険な感じがしますよ、まだ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 、うまいちょっとチュンリー汚いっすねほら分かんないって、ほらどうするどうする、本気で誰か止めに行ってくれないと、じゃあ闘魂さん行ってよ、フォーク、チュンリーでもチュンリーでもいいから、フォーク闘魂さんチュンリー使っていいから、いやいやダメ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 、負けるって言うな、ダメダメダメ村上さん俺が死にに行く、うん、じゃあ行きます、何使ってもいいですよ、竜を使うみたいですね、さあおっとこれはなんか投げ返す、昇竜拳が出るのかどうか、それを見たい、お、溜めて出ないですねお、投げ返す、あー死んじゃう、大丈夫、あーまあ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 ね、まあね、これはチュンリー前ジャンプ安全説ありますからね、さあさっきといい感じでとりあえずゲージは作って、あーっとー、しゃあやっぱ前ジャンプ安全ですねこれね、
安定ですよ。あーこれ、あーこれ、これ前ジャンプ安定しと、前ジャンプ取得、とりあえず前ジャンプ取得ですね。これは投げてうまいぞ。竜巻は潰して、おっとこれは、あーこれさあ、お頑張れ中ボス。せめて、お油断させておいて、あー投げられない。さあ何出るの、何出す。ラウンド1ファイト。はい、トントンさんでお願いします。何、なトントンさんが何使うの、何使うの。まだ早い早い。いや待って、じゃあでも残機使うと死にに行くことになってしまう。そうだよ。じゃあトンタンさん、ホークお願いします。もうここは止めないと止まんない。だいぶ持ってかれて、いやクレジットってどのボタンでしたっけ。さあ友田さんが知ってる、友田さんが知ってましたね。ここはもう本気です勝負。さあお、これはお強い、やばい乗ってる、やばい。ゲモすごいな、あの状況から、あの状況から慌てない、ここは強さがありますね。危ない危ない危ない、危険な香りが今なんか、おおここはちょっと横浜、あ、横綱の圧力が。さあはい、逃げて、お、つぶげから潰して、こうなると、お、この直に吸いに行くトンタンさん、あれ、もしかして天章横から潰れるんですかね、あのジャンプショーパンチ。大天章出して行けるいけるかな、なんか結構だいたいダメなんだけど、ね、結構遠目からか、うん、ね、重ねてましたよね、今のジャンプショーパンチ。そう、さあ、いやっと止まった、止まりましたよ。向こうはまだまだなんか、うん、いっぱい捨てれるキャラがいるんで、うん、さあここからどんどん向こうが捨てていってくれれば我々にも勝機がありますからね。まだね、みんなメインキャラ通る。フェイロン来ましたね。中島さんのフェイロンですね。今何対何なのか。とりあえず向こうはまだ2体ぐらいしか死んでないんですよね。多分3体死んでますね。うん、すいませんでした。ブランカ DJ チュンリーが向こうは3体お亡くなりになっていて、こっちは1、2、3、4、5人。違う、1、2、3、4、5、6やられてますね。はい、今3、6で食らわれてますね。あ、あ、あ、ちょっと見てなかったら。いや、フェイロンはまあ実際きついですね。うん、レック出されるだけできついよね。正直ね、きついですね。でもサブキャラですよ。レックに反応して、トマホーク出してもなんか巻き込まれる時あったりしてね、結構つらい戦いが続きます ね。特に X だとコパン連打もできる。おー、うまい。どうなんだどうなんだ、相打ちになる。オッケー、強い。なんかもうフェイロンの全ての技がフォークに対して強い。高め、おー、いい。ああいう反応ちゃんとできるのすごいですよね、トンタンさんね。そうなんですよ、他のフォークもなんかちょっと動きが強いんですよね。できますよね。さあさあ、これ緊張するな見てて。うまいよっと、これはさ早めに出して、うん、出してお釣りがかくって、まあ、フォークはこれはまずい。あーっと、やばいの、やばいの、やばいの入んなかった。大丈夫、大丈夫、死なない方だった。うん、うまい。自分だか表から今のないんですね。何もできないんだよ。ちょっときついですねこれね。大キック使えます。いやー、こっからどうする。いやー、どうする、どうする。うわー、しっかり待ちきりましたね。まあ、被せ合いのにしょうがないですね。何出します？
ガイルも死んだんだっけ。死んでますね、はい、面倒くさいと評判のフェイロンが来てしまいましたけど、ニーヤ、ニーヤさんのベガとか言っちゃう、あ、ケン？ベガ？ニーヤさん、ベガとケンどっちがいいか。ケンでしょ。ケン、うん、ケンの方がいけんのかな。どっちだろう、本人に聞く、どっちでもいいって。どっちがいいのこれ。ベガの方がいけるってトマトさんが言ってるからベガにしましょう。じゃあニーヤさん、ベガでいきましょう。トマトさんを信じましょう、うん、やったことない、うん、まあお互い分かんない対決で、ね、まあレッグの逃げ方はなんかジャンプショーパンとかあんな感じなんですよね、画面端確か。あっ、おっと、レッグまずいやつ、まずいやつ、お、死ぬ気のスライディングから逃げる、これはまずい。レッグが出てない、投げる、これはやったことない感じがしますね。投げだけで十分みたいな。どうすればいいんですかね、これ友田さんに聞いてみたいですね。アウトレンジでピシピシやればいいんですかね。お、確認、ピヨン内のずるい。長田投げ、いやわかんないな。しゃがんで食らってピヨると、うん、しゃがんで食らうとピヨらないとか、そういうことはないのか。危ない、大丈夫、あ、安い、大丈夫、投げて、いや、ダメージ取るのが大事。お、うまい、うまい、しゃがんでスカス、投げる、さあ、ここでヘッドプレス、無理しない、大事、大事、いや、大事、大事、無理しないの大事、無理、反応して、上からかぶせて、これは2択は劣化、真剣からスパコン、おーおー、抜けんのか、抜けんのか、怪しいぞ、危ない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 、ヘッドプレス、ヘッドプレスの方が良かった説、そうそうそう、あれ、抜けちゃうんですね、あんな風になると、へぇ。よし、ストレート抜いたので OK。 危ない危ない危ない、ちょっとステ、そろそろ捨て駒出してくださいよ、人数的に。ザンギ、お、ゴブだね、ゴブ、ザンギはちょっとずるくね。あれ。ザンギは結構ね、ザンギベガーゴブでしょう。いやいや、それはちょっとどうかわからないけど、うん、ちょっと習熟度的に使い込んでるのがやっぱ、なるほどね、うちはちなみにとか言ったら、なんか川島さんが考え直してくれたそうです、うん、うちはでもこっから我々残ってるのは、あとはバイソン、アトミック残ってるね、バイソンとダルシムとチュンリーとベガとホンダ、ケン、サガ、中島さん、中島さんのケン、ケン、サガとザンギ、キャミーと、まあ、なんかメインっぽい、メインっぽい人たちが残ってますね、うん、うん、これはでも、ね、ゴブ、いや、うん、どうなんでしょうね、かなって言ってますよ、ユウさんはいつも、うん、さあ、画面端は辛いぞ、さあ、突っ込んでく、暴れない、投げない、投げ、膝はまずい、膝はまずい、からの、お、なんだ、助かった。さあ、しかし分かんなくなった、分かんなくなった、もう昇竜と一発で、あー、出しちゃった、大丈夫大丈夫、うわー、 あー、遠い遠い、今の吸われちゃいますよ、いまいち削れなかった、危ない危ない。危なかったが大丈夫だった。ペップレで踏んで、あ、ピヨるやつ、2発でピヨった、ちゃんとでき、できない。大丈夫大丈夫、しょうがないしょうがない、大丈夫大丈夫、お互いそういうことある、ちょっとこっから逆転ダメっすよ。いや全然ありますよ、膝が入ってしまえばわからない、逃げる、よしよし、さあもう半分ぐらい、向こうはサガットとかは誰が使うんですかね、はい、今日はバイパーさんか、なるほど、うん、さあザンギが来ましたね、ザンギが、ちなみにトネピーキャミーの投入しどころが、あ、いや、ザンギかホーク来たんじゃないですか、あ、そうだね、ザンギかホークじゃないですか、それ、ケンはちょっと不安だから、ザンギかケンじゃ、ザンギかホークじゃないですか、キャミーには、さあ、カワシムザンギ、まあ、結構面白い戦いなんでね、キャミー、お互い使ってるサブのベガザンギはで、ダイヤもいい勝負、危ない、大丈夫、暴れた
踏んで、あーっと出る、しっかり逃げる、うーめくりだって、これは投げ返す、頑張る、あ、なんだ削る、なんだ、いやいや今のはね結構反応しづらい、実際ちょっと新谷さん攻めすぎじゃない、いつもだけど、いや結構アウトレンジ固くいけば、いや頑張ってアウトレンジしてるんですけど、うん、新谷さんが、いやいや、あの川島さんが結構うまくこういう感じで近寄ってきてるんで、どうしてもあの追っ払わざるを得ないっていうのを、あーダブラリダブラリ出るんですよね川島さんね、すごいね、ここゲージもたまらないですねこれね、おーあー、しかしおかわり、しかしおかわり、開幕重要ですね、歩いていく、読み合う、あー見込んだ、いや、まあ、これは食らって、食らい毒、食らい毒させてくれない、お逃げろ逃げろ逃げれない、川島さん上手いですね今のね、まだまだ大丈夫だぞ、読んでる、一発ぶち、しかしこれちょっとベガ厳しいですね、あーチョップ、さあ川島さんやっぱ上手いですね、チョップ大根やられたらね、きついね、でサガットでもいいですけど、キャミーでもいいですし、キャミーだな、キャミー、ここここで投入ポイント、トネピーキャミさあ、も元キャミー使いトネピー、さあここは頑張りたいここは頑張りたい、とりあえず中足をシャカシャカで OK なのかな、どうでしょう、こけてる、さあ沖縄に行かない、これは反角なし、さあこれはザンギア辛そう、やばいぞやばいぞ、あ大丈夫で、お釣り入らず、あやばいぞやばいぞ、助かった、結構危ないポイント多かったですけど、とりあえずキャミーがまず1本、さあしゃがみタイパン、おっとやばい、二角は我慢で、さあリバーサー出す、お釣り入らず、中足で押していく、体力ザンギリードしてる、キャミーはこっからクオリガン決まって、オキゼミ行かず、削って、投げが減らず、いろいろ暴発してるが、どうなるどうなる、削りで行かない、対空、結構いい勝負、ギリギリキャミー、さあなんとか取り返して、キャミーには何をかぶせるかというとこだが、大体なバイパーさんのサガットさあも元キャミー使いたいサブキャラのバイパーサガット、これはダイヤ的にはかなり辛い組み合わせだが、わかんないぞ、画面端追い込んでる、そうアパカ出る、このモード辛い、タイガーが打ち慣れてないか、ちょっと押されてるぞ、さあでも体力はこの差、ここは空振る、やっぱりサガットはきついのか、こっから2択、ここで、あ今のスパコンポイントの気がしたが、なんだインチ、なんだインチキ投げ決まったさあやっぱり使い慣れてないとこうなってしまうのか、さあこのタイガーモードつらい、さあ画面端で、おっとここはクーリガン、これは攪拌あり、体力イーブン、タイガーレンダーつらい、お飛び通って削り圏内っぽい、飛びが通るさあだいたいサブキャラもだいぶ減ってきたと思うので、残りはだいたいメインに近いキャラが残ってるでしょう、キャミーにかぶせるのはだいたい何でもいけると思うので、
さあ誰が出てくる、考えてるぞ。トモザのサブはなんだ、バイソン。これは辛いな。さあバイソン、ここはレクリア通らない。さあキャミーも一発こかせばめくりから4段で勝ちパターンはあるが、そこまで持っていくのが辛い。パンパンチ、グランド削りヘッド。さあグランド、ここはめくりが4段入ってピヨンない。さあこれは投げない、音に入らない。おっと中足で、さっきの4段ピヨって勝ちパターンをピヨらずの1本取り返して勝負の3ラウンド目どうなる。投げて、おっと分かんないよ、なんとか捕まえたい。クレイジー決まる。ここでバイション勝利で、いやどうしよう、ザンギでしょう。だってバイソン強いじゃん。いや結構負けちゃうんだよね。それ弱気。これね、実際これちょっとチュンリー行った方がいいですよ。いやどうすん、だって他に助けろいないじゃん。大丈夫、俺はあの後半全員ぶっ倒すから大丈夫。ムナリさんのバイソンが一応残ってるよ。同キャラはないよね。トネピーダルマなくはないよ。そう、でも、新谷さんのベガ死んだんだっけ。うん、新谷さんのホンダで行く、剣にする。ホンダはね、ダメ。新谷さん剣にする。じゃあそれで、じゃあ新谷さん剣お願いします。はい、新谷さんの剣で使っちゃう。うん、クスモンドホンダが、ね、結構うちクスモンドホンダがね止まらないんだよな。いや、そこは闘魂さんがやってくれるでしょ。闘魂さんがやってくれるでしょ。さあ新谷剣、まあいけるっつっても基本的には厳しいですからね。厳しいね、剣は。新谷さん剣、お掴む、早い、おうまい。二択は下段打ち切り。さあアッパーから、あーっと歩いていったが、ここは遅らせ中盤から。さあでも友田バイソン上手いですからね、強いからね、もうちょっと遠かった。あー遅らせ上手い、なんてったってバイソン。バイソン止めたい。さあ開幕殴ってくる。さあしゃがんで透かして裏から埋めて、おっと、なんだ、安い、中止めて、昇竜、これは高尾、まあいいでしょう。めくってなんだ、昇竜当たらない。さあでもクレイジーないからちょっと釣りやすい。さあタイミングをずらしてターンパンチが飛んでくて、アッパーからヘッド、お見事。言っとけって。いや言っとけって、俺は言っとけって、後で頑張るから。言ったね、言ったな。トンタンザンギ出しちゃうか。出しちゃうかとか言って、ほんと気軽だな人に対して。人の時はこの雑さなんですかね、人に言う時のこの雑さは。いや バイソンにはザンギでしょみたいなとこあるよね。ある。そうかな、うん、まあ、こっから大爆発。
丁寧に丁寧に言ってますね。今日はゲージが溜めづらいのかな。あー大パンが強いから、うん、アッパーは嫌ですね。おっ、吸っていく。でも危ない。お、出させて、でも追いかけられない。ヘッド、惜しい、惜しい、ヘッドだった。歩く、いいプレッシャー。画面端、投げ返す、ヘッドから、さあ一気に画面中央にまで押し戻されているが、うまい、うまい、アッパー、いいですね、いい動きしてます。これはいい、これはいい動き。残機きつい、安全に行きましたね。ほら責任、責任、責任問題ですよこれ。いや、ここホンダかトネピーだな。ミヤさんかトネピー。本当に行かないんだね自分。え、に、に、そうそう。結構残ってますね、バイ向こうは。さあガルシムバイソン、押してるのはバイソン、ヘッド。さあスパコンたまらせる前に攻め殺したい。ここはナイスガード。さあ2段入る。さあ開幕はアッパーで画面端、さあダルシムモードに持っていきたい。さあまだ溜まってないぞ。ここからダルシムのトリガゴモードがドンピシャで溜まって、まだ体力残った。ナイスリバーサ投げ。さあ3ラウンド目。さあヘッドでこかして画面端で投げ返す。うまい。これはこのモードはダルシムなのか。おっと、スライディングから投げて溜まってるぞ相手は。さあクレイジーさえ食らわなければ。ユンピョー、ここでトレミギピーが止めた。さあだいぶこれだいぶ残り、いや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 。こっちはそうだよ、もうみんなメイン残り少ないんで、捨て駒を使って死にに来てくれると。さあここで登場クスモンドキャミー。さあ今コマンドをチームメイトから教わってましたので、どうなんでしょうか。さあやっぱり知らないとダルシムは辛いか。おっと、やっぱりフーリガンが鍵を握る。さあトネピ待つ。さあ対空は暗い投げ。さあダルシムもかなりの強キャラなんで、ここでだいぶ盛り返してほしいところ。さあ、守る。
っとおっと変な技が出てしまう。さあまだ人数差はあるか、はい、誰が来る来る。カワシムのサブキャラだと誰だ。バルログ、バルログバルログですね、うん。さあ、カワシムのバルログは見たことないぞ。さあ、つかみ、おっと、スカイハイクローがおっと、消える、消える、技が出てない。さあ、座れる。ここはサブキャラなので勝っておきたい。あーバカになってテラーが2発スライディング。さあおユンピョで掴んで、ここはおーため溜まってる。おっとわかんないわかんない、ああれ来るぞあれ来るぞ、おー来た来た。おっとチョップから、あ、投げないの？あ、おお！さあここでダルシムは消えた。どうする？これはバイソンかな？ホンダかな？バイソン。じゃあそうだ、ムナーリさんのバイソンでお願いします。あ。あとはなんか、あとはもうメインな感じですか。そうですね。でも向こうはまだサブキャラ的なのを何体か倒さないと。はい、そうですか。もう大体出てるんじゃないですか。大体消えてる、うん、頑張って投げれば勝てるよ多分、うん、投げたら、おもう全部、う全部当て投げていこう。おっとこれはまずい。大丈夫、適当にスパコン出したら当たるんちゃいます。なんかうん、ありだね。なんとなく出したら当たってくれる説。あ、これはあー、あー危ない、怖い怖い怖いよ、怖い、ね、もう見ててお互い。おしっかりなんかそれっぽい動きしてますよ。できてますね。おー、うまい、今のね安全なんですよね。あ、爪爪爪ないよ。これ、お、うまい。あ、ここ、あーらーテラ、テラー出そうとした。テラー出そうとして、あのちょっと今飛んでたんで、テラー出そうとしたらバルセロナになりましたね今多分。なんてったってバイソンですね。さあバイソン止めるのは向こうチュンリーもいないんで、あ、竜とか、あ、でもまあなんとかがいますね。メインどころがいるんで、さあチュンリーもねいないんでね、もうねいないんでね、うん、まあバイソンの天敵はなんて言ったってチュンリー、中島さんのガエル。さあわかんない、大パン、大パン、大パンと穴掘り、そうタクは結構分かりやすいですからね、実際 ね、うん、ソニックに対しては大パン、中足に対しては、中足こっちも押すと。さあ、うまい、押して、まあ、とりあえずクレイジーが溜まると面倒くさくなるので、お、しっかり反応して、さあ出していく、いいです、まあ、いいです、まあまあ、あのいつか当たります。さあソニックが上から行く、うまいが、どうだソニック打つ、うまいですね。当たんない、さあ行く、あーどうするどうする、二択には付き合わないぞ、当たる当たる、やっぱ打ってみるもんですね。いやいや見てからっぽかったよ、大丈夫ですか、ぽかったよ今、見てからですか、ぽかった。大丈夫ですか、なんかこれがあるから怖いですね、怖いね、バカにできないですよ。
もうヘッドで抜けるか、ヘッドで何あれ、ヘッドおじさんになってますよ。何でもヘッドおじさん溜まってるぞ。お、中パンチ、渋い。危ない。いやもうどっからでも来ますよ、どっからでも。読み合いは成立しませんよさあ、で今のも怖いですよね。あー、使っ、練り込む。サブ、サブなんでどこで練り込むかわかんないんでねとりあえず出します。しかし粘りますね。ゲージが、ゲージが、ゲージと時間がないよ、もう。これは避けるの、ファイナルターンパンチが残ってれば。避けるのはうまかったが、しっかりソニックで固めていきましたね。おお、つかまない。大キック、投げに行くが中足、中足。もう当たる。画面端、これは投げない。これはヘッド出しときゃ。やばいこれ。これはヘッドの味を占めましたね。こうなるとバイソンなんて。あ、出した。いやこれは大丈夫。おお、当たらない。やっぱ強キャラですね、バイソン。ヘッドの味を覚えてしまいましたね。そろそろ人数的にはいい感じになってきたか、メインどころ。まあなんかいい感じにメインじゃないですか、あとは。ちょっと探りを見てこようかな。ね、これあれですか？これさすがにあれですかね。これもう東根さん、さすがにこれね、相手がこうダルシムとか出してきたらもうチュンリー行くでしょ、行くでしょ。もうそういうことです。僕はもうダルシム、ホンダ とあと誰だ、はい、僕はもうちょっと出すキャラがいないっぽいんで、うん、僕はもう出番がない。全部使っちゃった、うん、僕も3人行ったでしょ、うん、ダルシム、あとでもうちのチームはサガットが、サガット、ホンダ、チュンリー、バイソン。ホンダはワンポイントリリース大事だし、あ、でも、え、1,2,3,4,4 か、死んだら残り3か。はい、こんばんは。ダルシムがね、ダルシムが出ると、いや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 、これ手堅い選択だと思いますよ。でも、これ仮にもし負けたら、はい、ニーヤさん投入の方が堅、まあまあ、いまでありますよ。そうですね、まあね、チュンリー、そうですね、はまあいい勝負の組み合わせだと思うんだよね、うん、あー、バカになってくれたけど違った、惜しい。冷静、もうお前がヘッドを出すのは知ってるんだと言わんばかりの。だがこれ、これクレイジー当たると体力なくなりますよ。早速出したいマンだった。いや、あ、これは冷静ですね。これ、おお、わかんない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 。あーっと、ジャンプ力が足りない、ジャンプ力が足りない。中盤当ててからのね、ファイヤーは結構選択肢としては手堅い。まあ匂い棒一発でも相当減るからね。 お、なんだなんだ、あのムナリさん、ムナリさん、シャルさんのバイソンと間違われてるんで頑張ってくださいシャルさんの名誉を守ってください。外人さん、はい、外人さんムナリバイソンです。ファイヤー、ファイヤーモードは、ファイヤーモードは本職でも抜けられないので結構絶望感がある。あーおしゃれなところも見せる。さあ、サガット以外で考えましょう。ここは俺かニアさんだけど、じゃあ2人で相談してくださいよ。ニアさんの方が硬いでしょ。そう、ちょっとあのニアさんの顔、顔を見てきてください。ニアさんの顔。さあ、もうあと3人しか残ってないですからね、我々チュンリー、ホンダ、サガットというね3人、まあ、チュンリーには多分ね、バイパーさんのホークとかが行くんでしょうけど、破天荒さんが竜で多分いると思うんで。さあこれはどうなるんでしょうか。まあ結構ね、実はこれまあいい勝負なんで、かなりかなり実際いい勝負になってしまうので、ちょっとね、わかんないですね。さあゲージも溜まって投げる、うまい、突っ込んでくる。あー、ダウンしたが遠い、上に行く。さあ、カーシム、あー、コパン、しっかり冷静にコパン。あの、違う、何か地上のコパン以外の技で出すとスカッテオイチオだったと思うんですが、しゃがみコパンでタイプですね。さあ、ここさあ、ごまかせれない。カーシム冷静、大パンで落ち着いて止めて、相打ちでもいいんで、ね、止める。冷静に対応されると本当は辛い。さあ、これ コパンフレームは返しづらい、うまい、これは残ったけど
さあ、どうなんだ、どうなんだ、ゼロドットはどうだ、シューキックで暴れる、さすがにサガット出せないんで、はい、いってらっしゃい。まあ、あの全部抜くって最初ね、おっしゃってましたからね、大丈夫大丈夫、俺のチュンリーが全部勝つから大丈夫だよっていう風にね、最初おっしゃってたんでね。これ大将の気持ちで言ってもらいたい。実際後に控えてるのはサガットという事実を、サガットだけです。あとはもうこれはね、気持ちを入れてね、言ってもらいたいですね。さあ、ちょっと諦めムードの 2P 陣ですけど、画面端ではめられてるさあ頑張った。ゲージ作れば全然あるよ。ゲージ作る前に死なないと、すごいこと、安いけど大丈夫、背中からごちゃがらせれば、あとは投げで死ぬ、投げられれば、危ない、大丈夫、トーコーさん守って、浮く、繋がってないけど大丈夫。さあ、こっから全部いけるのか、上から行って裏はスカってしまう、飛んで飛んで背中からテレポで追いかけている、これは踏まない、必死で壁蹴りで逃げた。さあ、結構いい動きをして、なんとなく出す、いいですね、なんとなく出してくるなって思うとちょっとね、やりづらくなるんで。さあ投げる、普通に投げる、お、宣言通り、まあ、とりあえずバイバーさんのまずはちゃんと抜けるようにね、よかったですね。なんかもうこれダルシムはいないんで、この悲しい対照戦にはならずに済みますよ、とりあえず、うん、いい感じの試合にはなりますよ、試合にはなる、ゲームができる。さあ、これ結構きついんじゃないんですか、あ終わった終わったあー、トーコンさん次行きましょう、次もうこのラウンドは気持ち切り替えていきましょう、リバーサの練習あとはね、あのトーコンさんとムナーリさんだけです、はい、あとはリュウとデガ、ホンダ、ホークと、一応まあ4人なんですね、はい、頑張りましょう、チュンリーなら全員いきますよ。あ、やべ、今やばかったな今、あ、大丈夫、さあ、生きてる生きてる、怖いですね、画面端が近い。さあ、踏ませて、ゲージが溜まったけど、さあ、画面端に余裕ができましたね、いい傾向です。さあ、粘る、粘ってほしい、あそこまで言ったんだから2人ぐらいは抜いて勝って帰ってきてほしい、しっかり大パン、危ない、なんか怖い、危ない、セーフ、とりあえずセーフ、まあこれはダブル台風食らっても死なないんじゃないですか、ギリギリ、危ない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 、危なすぎたでしょ今、いやーきつかったな今、運が良かったです、あ、まあ大丈夫大丈夫、そうですね、今のはハメにはいけないルート、大キック、いい、いい反応だぞ、いいぞ、うまい、大中中大決めて、これは入る、逃げてゲージも溜まる、いいですね、投げに行った、この男溜まって、これはしかし遠い、冷静、バイパー粘る、これはダブルタイムで死ぬ体力、緊張感がある、あー怖い怖い怖い、今の怖い、あー、トーコン、危なー、トーコンさあ、じゃああとムナーリさんにね頑張ってもらう感じで、いやー、う、打たされてしまった戦列客、バックジャップ大パンからね、あんなに前行くんだね、やっちゃいました、まあ一応ダルチュムに勝ったんでね、盛り上がりには一役勝ったんじゃないですか、勝ち試合やっちゃいましたまあでもあとは、あーサガットなんで、あとはムナーリさんが4人抜いてくれれば我々の勝ちですね、まあまあ、キャラ的にね、無理っていうキャラはなんかいなさそうだったんで、とりあえずまずはフォークを、さあいけるか、あと大キック、高めは一歩、あー中足を透かして歩いた、中足を透かして大君歩いた、
さあバイパーさんのサガット攻略が光る。大かし。ここはキャラ勝ってる組み合わせなんで、なんとか勝ちたい。しっかり。おお、潰されてる。いや、俺たちゲージがあるからこれは。しっかり。あ、危ない危ない。怖い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 。スカル。いやー。怖い。お、ゼロドットだが。やべー。あー。怖い怖い。さあ。さっきの俺みたいなんだ。まあなんかね、やっちゃった、しょうがない。お、終わりです。バイパーさんが強かったです。じゃあエキシビジョン的なのはどうしましょう。やらなくていいでしょ。やらないか、やらないか。やるやるやる。じゃあせっかく横綱とか来てるんで、残ってる、ちょっとじゃあ残ってる人にカワシムが入ってもらいましょうか。かぶせありで選んで、さあ、うん、ということでチームは、バイパーさんが勝ったということで。いやバイパーさん見せましたね、だいぶ。闘魂さん感心してる場合じゃないですからね。はい、さあ、いややられましたね。まあ俺の責任でかいな。でしょ。あれを多く勝ったら残りね、まだチュンリーとサガットで。お、抜けるんだあれ、うん、さあ2択からめくって台風、気持ちいいですね、これはね、もうちょっと、もう気持ちいいですよ、これは。ダブル何回目か、これ 4…、ね、4回目 ?3 回、これ1回くらって、さっき2回で。そうですね、うん、いやしかも歩きダブル2連発でしたからね。クセモンドさんのチュンリーに結構抜かれたのがやはり敗因だったような気がしますよ。え、遠からずクスモンドさんのチュンリーに結構やられてしまったのが。そうだね、さあ、誰が出るのかな。ベガ、ベガですね。ベガで残りがクスさんでラストかな。聞かれてますよ、東郷さん、なんであんなに出なかったんですか。いやー、バイソン、友田バイソン苦手なんで。ずるくない、それ言ってよ、最初に。それでもむしろやるんだったらダルシム、ホンダ、あとに入れたかった。そう、まあまあ、うん、バルード、ベガも残ってるし、うん、そうね。さあ強いぞ、バイパー、バイパーホークが強い。さあこれは引っかからない、しっかりお釣り入れて。お、しゃがんでスカス。今日のバイパーさん粘る。お、大パンタイプ、やばい、うまい、投げる。大パンタイプはうまい。トマトさんも、トマトさんも散々やってますからね、やってるね、特選ね、うん、うまい。でもこれ、でも圧倒的にベガが有利。圧倒はしてないけど、まあ有利とは有利、うん、ありますからね。ただまあ結構ね、結構繊細な立ち回りは必要とされますね、うん、さあ取って、あとは誰が、どなたが残っているんですかね。横綱かな、最後。そうですね、あとはクスモンドさんが。さあ出番なしに返すわけにはいかないということで、ここでエキシビジョン的に横綱登場。まあ相手もベガという。さあでもね、ユーベガさんは本田戦いい試合して、これは全然本田でしょう。まあ有利だけど、まあ簡単ではないですよ。ないよね。あの本田を練習して気づいたんですけど、そんなにみんなが思ってるほど簡単ではなかった。うん、おっと、はめて、お、しっかり。おっと、逃がさない。友田さんもね、読んでちゃんと前に行ってたんですけど。うん、お、今しゃれしゃがんですか、しましたね。ですね。はい。ちゃんと対応してます。ああ、裏からうまい。うまい、うまい。今のスライディングはお見事。しかし上に浮いている。あれ強い。投げる。ベガステージはね、結構早い方ですね。さあ、意外と接戦、わかんない。チュンリーステージぐらいかな、多分ベガステージは。玉田さんも粘りを見せている。うまい、大パン、大キック。これはお釣りが入らないが投げる。上から行って左右逆転している。さあリード、ちょっとリードされるとね、うん、行かざるを得ないんですが、うーわ、これは上から来る、めくりがガード、大キック。これは残り時間も少ない。しかし画面端が近い。これは仏像が割れない。
これはどうすんの、お釣りが分かんない。 お釣り立ち台キックかな。うお、大パンで投げに行くが削られて時間がなくなっていく。あー、打ち残った、残った、横綱勝利接戦でした。というね、2Pチームが、勝利。今日はポイントつくんですよね、土曜日だから。そうです ね、うん、ということで、これ写真撮るやつ、さあ、2P 側の、方、記念写真がありますんで、ワンピー側の横綱も参加してください、はい、写真を撮るということで、うん、顔を隠したい人は隠してもいいやつ。うん、お見事、やってしまいました。バイパーさん、中島さん、友座さん、破天荒さん、クスモンドさん、川島さん、友座さんということで、イベントの方は以上ですね。で、今回予定してた、2on2 のレシオマッチはまた今後の今後に持ち越しってことでしておきます。まあ、今日のイベントはいかがだったでしょうか。これでもどうなんですか、これ、レシオのことですか。いや、違くて、違う、これちゃんとこの人はこのキャラ使えるなみたいな算段しつつ一応取ったんですか。これはあんまり考えないで取った。もうバイパーさん取ったら自動的にトンタンが向こうとか、そういう振り分けで、まあ一応メインキャラのこう戦力高そうなとこから交互に取っていった感じですね。はい、サブキャラのことは考えてないっていうのはまずはメインキャラの戦力で。なるほど、さあ、これ画面は今横綱がスモンドさんと川島さんが今やってるんで、面白いんじゃないですか。まあ見ていってください、ちょっとね、今日ね、我々ちょっといろいろ横綱会いろいろ遊んできたんで、ちょっと温泉疲労は残ってますよ、疲労は。温泉入って餃子食べてみたいな感じでですよね、うん、いやー、なんか楽しそうだったな昨日からおわーっと、これは出る上から、しかし安く済みましたね。安い、あー減った、大キックの隙、戻りに狙った系かな。はい、そうですね、戻りにジャストミート、なんか決め川のあたりってなんか鮎釣りできるんですよね。あー、なんか東郷さんは釣りが好きですけど、決め川はね、その川釣りは、いや、決め川はね、バス釣りしますよ、決め川で、下妻のあたり、ゆうずるくんの地元あたりの決め川はまあよく行ってましたね。へえ、うん、アユじゃなくてバス、アユはもっと上流ですね、うん、最近はワカサギ釣り結構行ってますよ。なるほど、うん、ですね、うん、さあ川島対横綱系、これ面白いよ、うん、川島はうまい、もうねテレポを咎めるマンそこに出るさあ、今日の配信、横綱活躍中です。僕もあと1回ぐらい入りたいなやってください。あーっと、逃げれるか、テレポで、おー、うまなんでそっちに出るの、ちゃんと前にね、さーっと逆転を狙いに行ったけど、あ、しっかり大パンでお釣りはすごい偉いですね。出してしまったが、あー、張り手お疲れ様でーす、川島でーす。エクスモンドさんが今日は、ニュートンに久しぶりに来てくれたんで、エクスモンド組手みたいな感じに多分なります。今ムナーリさんのサガットとエクスモンドさんのホンダです。あー、
がったホンダ結構いい勝負だと思うんですけど、ちょっと下がった有利になるのかな。さあ打てない、垂直じゃなく大キック。さあ大足使ってね、当たらないんですよね上タイガー。さあ球をいくら打っても打っても下がってくれないと。前に前に行きますよ。さあでもこれよりは前には行かないですね。あーっとあの距離から大張り手。さあ垂直ジャンプ台キック。サガットはそれぐらいしかもうやることがないか。さあ上タイガー打つが意味がない。さあこの距離が気まずい距離だ。さあどうする前足。さあ地雷キックが漏れておもむろに、おっと鬼無双になんと回り込まれた。よく知ってますね村上さんはね。さあパカ出ない、超高め大キックをガード。ライパンの着地には起きがない。そしてタイガー、おパカガース。さすがにこの体力だとさすがのくらいはきつかった。さあ村里さん1回勝ちました。ホックスの感想。そうですね、まだ自分大会中いろいろの試合とかもやってて他の試合はあんまり見てなくてまだ動画見てないんですが、自分のチームはまあキャラ的には結構強いチームだったんですけど、まあ少し偏りがあったんで、まあ、やばいのはキャミーとホンダ、あとチューンリー、バルロブ、これぐらいかなと思ったんですけど、まさにそのキャラクター通りですね。バルログとシューンリーにまんまとやられてしまいました。そうですね、まあ大会の規模的にはそんなに100人超えるような人数ではなかったんですが、結構メンツが結構濃いメンツだったんで、まあ自分は結構楽しかったんですけれども、あとはそうですね、チームの当たり方にもよったんでしょうかね。まあ結構バランスのいいチームがまあ優勝しましたけれども、なかなか強キャラを組み合わせれば、大会で勝てるというものでもないと。ガルシムやバルログがサガットをツンツンしているからそっくらさん。これ、ね、今日は残念ながらバルログ使いがねちょっといないんで少ないんですよね。関東にはバルログを使ってくれる人がなかなか、それで自分もねスキルがなかなか上がらないで、バルログ戦はいつまでとっても難しいんですけれども、とりあえず俺はダルシムなんで、サガットツンツンしてる画像を後で試合ね、うなりさんとできれば、まあ、たまに南浦のビッグワンというところにうなりさんが来てくれて、たまにガチでダルシムとサガット戦を 何本かやったりするんですけど、まあ自分がサガットの立場だとすると、まあふざけんなっていうキャラですよね。なぜ手足が伸びるんだと。
火吹くなと、なんか消えるし、でまあそんなサガットですけれどもね、ムナーリさんはですねかなりスキルが上がってるんで、結構ぬるいダルシムだとやられてしまう場合も結構あります。メンタル強くしない、強くないと努力続けるのしんどいよね、歓迎されるし。そうですね、自分もダルシム使っててすごい強キャラなんで、結構の試合とかも入る場面を結構選ぶんですけども、そのためにあのいろいろサブキャラを触れるようにして、サブキャラで楽しめるようにしてます。バルログ使いの方も、まあでもバルログ使いの方はそうですね、あまりサブキャラを使ってるイメージはあんまないんで、なかなかねバルログで自分がこう入るのを躊躇してしまうところも結構あると思います。で、ね、ハスラさんかなんかも石根っぽりのバーサスますけれども、なかなかの試合にはやっぱりずっと入り続けれるわけではなくて、まあ、相手がいい勝負できるキャラのところに来たんで、なかなか、ね、いけないもんなんですね。まあ、俺はバルログにはあのガンガン入ってきますけど、なかなかそのねハスラさんが入って残るっていう場面になかなか出くださないんで、さあ今は友澤くんの出がですね、さあこれ出が本田はねかなり難しいと思いますよ。さあ笑いが止まらんのーと、わしのふんどし担ぎにでもなるかと。ちょっと女の子がやってまして、これは燃えているかですね。いくぞ、なんかチュンリが、気候圏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 飛んできても弱気候、これですね、今のが大きいんです。で一生チケルネですね、1000です溜まってしまえばもう削りでもいいんで体力を削ってリードすると、おっとジャンプ着地からジャンプのところに、おっとなんと張り手を出し続けていくユーク、犯罪だ。さあ女の子けなげですけど、舐めてると逮捕されます。もしかしたら普通の女の子に戻ってるかもしれないですけど、まだこの状態はまだ警察官だと思うんですよ。バックジャンプ、おっと張り手をキックで切ったが次の蹴りをさあ飛行圏で落として、さあここから画面を入れ替えて下がれるスペースを作ると、それであとは気候圏で対応して体力を奪っていく。さあ後ろがなくなってしまうと画面を戻す。さあ本田がバックジャンプしてしまうとちょっともったいない気がしますが、戦列があるんで垂直をできないと。まあ、しかし体力は本田がリードしますね。あっとここを当たってしまう、甘いジャンプ、なんと地味にしゃがみこパン、いやらしいですね飛行圏。さあ横綱きつい、さあっとお釣りがない。ちょっと無理しましたね最後ね。さあ東根さん、ダメだなと自分でも言ってますね。さあ飛行圏飛行圏なんとか押し返してはいるんですが、ホンダの相打ちのキックかなり体力が減るんで、まあ、時と場合を選ばないと体力を削られてしまって負けてしまうと。
立ち回りではシンリーの方が全然有利だと思うんですけど、体力を奪う術はホンダも持っている。さあ張り手出し続ける。あそこテンション溜まってればテンションで切れる。前分けうまいですね、はい、さあこれは中キックだけ。なんとスカシ原ジャンプから大一応さあめくり中キックがロスコで逃げる。スカシ後バックジャンプ、しかしすぐ弱張り手で前に、あ弱張り手じゃない中張り手か、はい、絶妙の前取りですね、はい、おっと裏に戦列、これはうまい。さあ喜んでますね、やったと。さあ腹で透かして、おっとピョった、これはちょっと安い、なんでやねんと。バックジャンプ中キック強いっすね、あれ。おー、なんかおかしなことが起こっているわ。さあ、チュンリー体力は、とこれは読まれている。腹のぷよぷよを食らって、ぶっ倒れました。さあ、女の子泣いてますね。正月の弟子、16歳の子いたよね。あー。正月の弟子16歳の子、ハーデスト、ハーデストボーイかな。あー名前だけしか分かんない、まだ大会の動画見てないんで、うん、全試合とか分かんないんですよ。試合中も文字屋やってたんで他の試合あんまり見えてないんですよ。まあ動きは普通に良かったと思うけどね、うん、この感動どうですか。俺出てないから、か、うん、俺は、あ、俺見てたよ、カオチームの試合。あ、マジでバルログに負けたんだっけ。いや、俺はね、最初はそうかな、初戦はそうで、はい、違う、あ、コテツ、コテツくん、うん、とで、2戦目の敗者リーグの方でもう一回当たって、もう一回コテツ、いや、その時はまたコテツくんが、三立したので最後連打ってカーシム止めて、それが倒して次のセオチュンリー、セオチュンか、あー硬かったね、セオ、セオくんね、ちょっと硬いね、いやいや、ガルシムはやっぱ頑張んないと、お互いね、お互いね、どっち有利なの。あー、まあ若干ダイヤ的には若干チュンリーが有利らしいですが、まあ実質的にはもうゴブだと思います。若干ダルシム説もあるよ。あ、そうなんですか、うん、うん、まあゴブということで、そう、そうだね、俺はきついんだ、きついと思うんだけどな、ダルシム。まあでもね、お互いに、ね、難しいよね、うん、お互いにきついキャラだと思うんですけど、うん、まあ、バイソン、バルログ、チュンリー、ダルシム、この4体は、うん、もうどこ誰と当たっても全員ゴブだと。え、バイソンも、あ、バイソンそうか、バイソンも、うん、まあチュンリーバイソンは結構いけるんじゃないですか、うん、ダルシムもまあまあいけるし、チュンリーはバイソンはチュンリー7ぐらいある、ある、あ、そんなある、6、うん、6から7、まあ俺はかなかなか勝てないんだけど、キャラ差は多分バイソンの一番の天敵はチュンリー、ほうほうほう、他はまあバルログ頑張れるから、うん、じゃあチュンリーが止めないとバイソンの暴走止まんない系だからね。バルログってダイヤで、うん、フリーがついてるキャラはいないんですよね、バルログ、うん、ないよね、全部に勝ってるんですね、確か一番倍増あたりが一番いけるのかな、何がいけるのかな、結構ね、
小高とかガイルとか剣の強い人とかだと結構頑張っていい勝負になるんですよ。まあ、剣はいけるけどさすがにでも6から7や。あ、まあでもそう。だって地上戦やで勝負すりゃみたいな感じだし。ああそうですね、地上戦ね、うん、の地上戦ね、なんか変なことが起きたりするんですよね。まあ、でもまあ割といけんのがホンダとかベガとかは、まあ、バイソンもまあバルログ、まあ、頑張れるって感じ。ベガもベガもあユーさんとか、まあ、空対空がそっか強いから、そうそう、トモダもバルログ戦うまいじゃん。疎通の頃みんなステータスおかしい、下がっとも 2m8センチ76腕が画面半分ぐらいあって 2m 8センチもあるんだこれこれでも意外とホンダってでかいんですよね、こいつね。ホンダホンダのだってあのオカマ蹴りって超長いっすよ、ね、長い長い、あの足の長さはねもう 2m クラスだと思う。さあこれ間に合わない、あーっと間に合う。さあムナーリさんは来ないと踏んでガチャってなかったのかないやいやガチャんないと、もうピヨった時点でなんかもう悶絶しましたねホンダサガットどんな感じですか。ホンダサガットですか、うん、ホンダサガット結構いい勝負だと思いますけど、サガットがちょっと有利なんじゃないかな、キャラ的には多分。なんかヨシオの話だと4-4らしいね4対4 2はどこに行っちゃうんですかね、まあどっちも不利って言ってるからじゃないですかねその心はどっちも不利だと、うんうん、でもなんかホンダやっぱ戦える感じ。 おっと変な抜け方をする、うん、さあこのサガットのスパコンもね使えそうで結構使えないところが結構あるんですよ ね、うん、遠い前だと結構強いんですけど密着になってしまうと変なところ。おお相打ちで先に当たるのは張り手ですね。手が前に出てる。やっぱホンダは大張り手だね、なんといっても大張り手ね。あの一気に突進するのがやばいよね。今やめましたけど1回でやめるときと、うん、出しっぱでこうガンガン来るときとあるんで、うんうん、分かんないですよね。まあ攻撃力も高いけどあの一気に突進してくるのがねやばいね、なんといっても。中張り手だと、まあ、なんかそこまで圧力ないんだけど大張り手だとねやっぱこう一気に来てみたいな。体力をリードすると見るようになりますね、そのまま、うん、張り手だ今当たんなかったっすねなんとおもむろにロスコイ何が見えていたのか。いきなり大続き来るとねどうしてもね反応できないからね。そう小中であるんでね、うん、見てからこうアパカを合わせようとしてるととっさに出ないことが結構あります。ダルスムだったらしゃがみショーパン見てから全部あだそうです、しゃがみコパンかでもスライディングでくぐってズームパンチとかそれもあります、うん、ただ難しいんで、うん、俺はほぼやりません。ガードえコパン、いやもうしゃがみコパンですね。あー、まあ、ガードはダメだよね。ガードはよろしくないよね。まあよろしくないですけど、うん、まあでも相打ちで死ぬ体力だとガードしてしまうこともあります。まあ、ギリギリねこの開幕ぐらいの距離がギリギリ見えるか見えないかですね。顔がトランプになってるホンダが全部回ってるなんだそりゃなんだそりゃ似てるってことかな。使い回されてる、うん、張り手ですよやっぱ、うん、おー今年一番伸びたプレイヤーって誰ですか。これはね多分みんな同じかもしれないけどセオチュンリーじゃないですか。あ、まあ、一緒にね結構ねキャラ一緒なんで結構あの研究はしたりしてるんですよ。うん、瀬尾さんだってちょっと前まで竜使ってましたよね。竜使ってちょっと前はチュンリー使ってたのに、うん、なんかいきなり竜に変わってて戻ってまたチュンリーに戻って、ね、やっぱり反応とか器用とかなんかいろいろ真似できるとか
センスあるとかいろいろ持ってるからね。あとでキャラも強いの使ったらそれがそりゃ強いでしょみたいな、オリジナルコンボが持ってますしね、うん、あの人はコパコパ垂直大キック。でもねやっぱベガ戦ダルシム戦とかやっぱはやっぱ得意っていうかなんかあの組み合わせによってまだね苦手な組み合わせもあるみたいなんだけど、まあ、ベガとかダルシム自分も使ってるからみたいなことは言ってますね。あ、うん、あそっか、サブでねダルシムもそうですね、様になんか触ってますね、使ってるし、うん、セオチュンリーはね本当我慢強い立ち回り、硬いね。セオチュン硬いね。結構押し付けが強いっていうタイプじゃないんですけど、うんうん、まあそれでも戦列出すところは出してくるし、まあ、これはそれで強いからね。守って、うん、でたまに本当ねたまにしか来ない当て投げがね本当強いんですよ。本当そうだね。ほぼ来ないところでまあ最後だけとかまあまあ奇襲できたりはするといえばするからね。うん。うん、逆に言うとその投げをあんだけ減らしてて、うん、あんだけ強いチュンリーっていうのは、うん、なかなかいないんで、ね、割と立ち回りが手堅くてローリスクローリターンみたいな、はい、こうガンガン、ね、投げに行ったりとかぶち当てに行くようなハイリスクハイリターンな立ち回りはしない感じ。そうスパコンも、まあ、ぶち当てにはいかない。まあやってるけどね、たまにね、うん、まあ、ガードでもいいからね、うん、よく見てるんですよね、相手の動き、うんうんうん、他に一番伸びたプレイヤーいますか。他ですか。ここ1年ですよね。ここ1年なあ、まあもうメンツみんなもうねメンツだからね、ある程度レベルは上がってしまってるんで、うん、まあ、そこまで大きく伸びたってわけではないと思うんですけど、うん、誰かやっぱまあみんな成長はしてますよね。誰かな、X 勢って自宅だと PS2 昔はやってましたね、ハイパーの PS2 であれですよね、今は HD ですよね、オンラインでオンラインかな。ただなんかあれですよね、画面が液晶だから少しタイムラグが、あーでもまあガチの人僕もそうだけどブラウン管使ってるんで大丈夫。あーなるほど、遅延はうん大丈夫ですね、うん。20年選手もいるから、まあそうですね、20年、うん、もう古いゲームなんでね。まあでも1年、2年で強くなるっていうのはもうそんな簡単なゲームじゃないんで、それをやった人は多分平良くんぐらいかな。もう多分1年、2年ぐらいでスタートしてからもうトッププレイヤーまでのし上がった人はもう平良くんですね、うん、平良くんね、たまにしか俺も会わないんですけど、気さくな方ですよね、あの人。うん、平良くんはね、タイプが違うんですよ。あのポリスと、ポリスと真逆なんですよ。ポリス真逆で、同じ強さなんですよ、もう。どっちも全員一みたいな感じだったんでね。うん、あ、そうするとね、あの瀬尾くんね、ベガで例えると、はい、平良タイプだわ、完全に。あー、なるほど。うん、もう体力でも自分でやっぱ言ってたもん、あのリードしたらあの余計なことしないとかね、いろいろなんか立ち回りで、うん、リスクのあることはしないとかで、反応めちゃめちゃやばかったからね体力。うん、まあここ1年っていうか、でもカウシブなんかももう俺はもう変化ないですよ。もうね、伸びしろが ほとんどないですよ。もうだってね、まあ、キャラ対だけですね。総裁戦で言うと大体もうね、
ラスト3番ぐらいで毎回スタンバってるからもうそれだけの力ということで、まあ、キャラ的にねその辺に置かれてしまうんですけど、うん、まあプレイヤー性能としては多分、うん、そうですね、まあ真ん中でもやっぱね、カワシもねちょっとしたぐらいチュンリーで入ると、ね、結構前 やってこなかったことをやってきたりとか進化してるんだよね。もう前は割と、あのリバーサ投げほぼしないから、はいはい、今かなりリバーサ投げ狙ってくるとか、うん、で昔はチュンリーの垂直ジャンプにこうスライディング返せるっていうの知らなかったりとか時もあったけど、ね、今は確実にやってくるし、うん、あれも、ね、読み合いなんですよね、うん、でもスライディング読まれてると垂直のなんか踏みつけとかやられるんですいや、あれ踏みつけでも前に必ず飛ぶからチョップ入れれば大丈夫。あ、そうなんや、うん、あれチュンリースライディング、のっかり以外で返せないんだけど、はいはい、のっかりのあとはちょ前に絶対前に飛ぶからチョップかなんか、あの知らないと面食らってなんか中キックガードして持ってかれるんだけど、そこはもう頭に入れるときは大丈夫らしい。なるほど。で、あとは俺がやるのはこうスライディング食らって暗いテンション、あれもほぼほぼ楽しく投げに来るから決まるんだけど、まああれをなんかスラスラスとかなんかで変えるとまあいろいろあるんだよね。うん、チュンリーもホンダも、まあ、ダルシムもそうですけど、うん、結構ねプレイスタイルによってかなり変わるんでね、うん、試合の内容があるね、うん、キリがないというか、もうやってもやっても、うん、あーそうだこの人はこういうことだあ違うんだ、まあカワシムもどっちかっていうとガムシャラってことかな攻めてるからいやでもね最近はね結構見てからできるところはやるようにしてるんで、まあでもあれですね、ハメにこう当て投げでハメに来るようなキャラには全部テレポ出してやると、うん、なんかそう向きになるところもたまにありますけど、うまい人はキャラ対で飯食ってるまあそうキャラ対なキャラ対ですよね。未だに 3DO って方がいますよ。 3DO って家庭用ゲーム機で昔 X が唯一発売されたゲーム機なんですよ。なんか 3DO リアルっていうなんか三菱電機あたりから出た、ね、プレステの前世代ぐらいかな、1のなんか全然ヒットしないで消えちゃったマシンなんだけど、プレステの前って言うとあのセガサターンとかあの辺、サターンのちょい前ぐらいかな、世代ぐらいかな、ちょい前ぐらいって友田君がうなずいてるんで、うん、そうサターンの時ってあれですよね、あのバーチャファイターのあの初めの頃とか、バーチャーですか、バーチャー1、2、はい、1、うん、誰もユーザーついてこなかったってやつでハード高すぎて5万円ぐらいしたやつですよね。あー、うん、高いっすね5万は。あとでも最後にドリームキャストに X が出たんだっけ、はい、なんかあそうなんですか、俺もよくわかんないんだけど出たとか、ドリームキャストってあれですよね、しばらくしてセガがこう、そう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 、身売りした原因みたいな、そうそうそうあとなんか普通にプレステとサターンでそのなんかなんとかコレクションみたいなので X が入ってるやつがあるんだけど、それはもうなんか中身クソだからなんか違う、もうなんかなんかクソ遅延とかなんかもうなんかいろいろおかしいのまともにできないガチな人は、うん、うん、全然。俺あのフェイスブックやってるんですけど、うん、海外勢の方がこうバーサスにいらした時に、うん、こう友達で繋がったりして、うん、結構なんか海外勢と繋がりがあるんですけど、フェイスブックに結構アップされてるものの中で、うん、そのなんかいろんなゲームがこうなんかフィーチャリングされて、うん、ダスト2のキャラクターもいて、なんか SNK のキャラクターもいて、でみたいな、なんかそんなゲームがあったんですけど、格S のこと、いや格S ではなかったと思うんですけど、なんかそういうメジャーなゲームじゃないみたいなゲームでした。
もしかしてパチモンみたいなやつかな。わかんないけど。パチモンなのか。なんだろうな。なんかね、全然グラフィックも全然違うんですよね。なんか無理やり作っちゃった系のゲームかな。なんか、うん。あ、そうなんですか。あ。せっかく横綱来てるから、まあそうん、見たい人も横綱、すいません、配信の時間がもうすぐ終わりだっていうことだったんですが、30分延長しました。スモンドさんがいらしてるんで、まあ、せっかくだ、僕らの雑談はまあ軽めでいいんで、まあ、あの横綱のプレーとかを見ながら軽く雑談は聞いていただくといいかなと、うん、いう感じで、ゲームボーイアドバンスでも一応あります。無限とか携帯 PC エンジンの文句はそこまでだ。携帯 PC エンジンこれ確か当時の定価9万8000円ぐらいですよね。パソコンじゃないですかほぼ、うん、あ、そうだ、この間機械さんが、うん、なんかスマホに一つをこう入れてて、すごい、これ昇竜拳出してみとか言って無理ゲーでしたね。すごいな、すごいな。あー、これはついにスマホで一つの対戦ができるのかと思ったら、もう対戦どころじゃないですね。コンピューターにも余裕で負けちゃうと思うんですよ。わ、技がね出ないですね、コマンドが無理です、うん、タメキャラでもなお無理ですね、うん、多分無限ってなんですかね、無限って。無限、わかんないです。じゃあ俺もちょっと、はい、スモンドさんと、はい、ランブしてきます。了解でーす。なんかコメントください。デガホンダ。さあ今対戦しているのは、クスモンド本田対トモザベガ。さあ張り手早い。お、一発圏内ガードしちゃった。お、今日はもう横綱組み手状態ですね。次はバイパーさんですね。フォックス、そうですね、一応その日はちょっと仕事だったんで、あの仕事しながらこうパソコンでこっそり観戦してました。そうですね、まあ、あとはやっぱり大会出るとなるとそれなりにやっぱ練習して仕上げないといけないっていうのがあったんで、まあ、そこまでできなかったかなっていうのがあって今回のフォックスは欠席させてもらいました。まあ、大きな大会ですとね 5on5 は毎年一応好きな大会なんで、まあ、出てるのでそこには出たいですね。お、なんだ、気づいたらフォークが1本取ってますね。おっと、フォークリードしてる。おっと、どうなるどうなる。この体力差はさすがにか。お、張り手張り手。あー、歩いた歩いた、わざわざ横綱連戦いいっすよ。横綱遠征なんでどうぞ連戦してください。いや、視聴者さんも結構見たいと思ってるんで。さあ歩いた今。
わざわざ2回転。でも PC エンディングとか当時6万円とかだったからな。当時のあれ高かったっすね。うん、バブルな時代だったし、うん、ですね。仕事そうなんですよね。一応あの基本的に僕あの大山ある大山の大会の次の日は休みの週なんで、まあ大山毎回来てるんですけどね。日曜日はねあの毎週お休みじゃないんでっていう感じなんですよね。ストリートファイターダッシュも PC エンジンのみ移植、うん、ダッシュ、ああそうです、そうですね。 PC エンジンのスト2ダッシュを家でひたすら結構練習してましたね当時は。うん、あのパッドで練習してましたねあの当時は。うん、おっと、なんか見てないうちになんかまたフォークが1本取ってるぞ。うん、お結構ちょっと圧力やばいなバイパーさん。おお逃げキックかける後は確かまだ決まってないですけど5月4、5、6あたりかなんかで検討してるようなことをだった気がします。あ、だあメガドライブに出てたんですね一つダッシュプラス、うん、あったかもしれない。うん、さあバイパーさん対クスモンド、これもなかなか普段は見れない組み合わせ。おホーク、まあ、ホーク使い結構ねみんな本田戦意外と好きなんですよ。まあ、トンタンさん今日いますけどもう帰ったのかな。なんかもう相撲はいけるって言ってましたからね。あと最近見ないけどシンくんとかもねもう本田戦結構好きだった感じですよ。おおなんか本田とホークが熱い試合続いてますね。ですまあ、さすがに、まあ、来年の5-1は誰と組むかはまだ未定です、うん、未定ですけどもまあそうですね、なんだろう、うん、まあいろいろちょっと狙ってることはあるのでまあ盛り上げたいんでねとりあえず、うん、なんか面白い組み合わせでやりたいですね。セガからのダウンロードするやつ人気タイトルだと時間かかって長かった。うん、なんかなんだろう、うん、あーメガドライブにそういうのがあったのか。うん、おっとおっと、そっかそっか。でも今関西はやっぱホークは少ないのかな。さあこれ熱いですね試合がおおあなんだなんだなんだ、わざわざか今の削りで1ドット1ドット足りてないか。これでこれで、あーなんだなんだなんでこんな熱くなるのホークとホンダでなんか素人的な考えなんですけど、まあ普通にうんこ座りしてれば OK っていう素人的な意見じゃなさそうですね。
フォークは見てて、まだこの頃ゼロフルテーム投げなの、うん、なんだろう、よくわからないですね。おで、クスモンドさんは息子いないと本気出ないからね、いろんな動きのソニック、うん、さあ、サガット対ホンダ、これは4対4の組み合わせと言われてるが、0度、1度と残った。今日の配信台結構面白いんじゃないですか、これ。さあ、ここは差が大幅有利だけど、一発取られるとここは画面端、あーなんだ、チョップチョップ上タイガー、クスモノさんの反対側では結構みんな順番待ちしてますね、うん、さあ、一回捕まると2択でピヨって終わってしまう。まあ、ホンダはですね、今日僕が作ってきたレシオ表の中ですと、ちょうど真ん中、8番目、9番目か、ちょうど真ん中付近にキープしますね。当時10代の頃、スパツ X やってましたが、いまだに若い世代に遊んでもらえて嬉しいです。そうですね、本当もう若い方からおじさんまで楽しめる、これがいいゲームですね。CPS2 基盤のゲームの電池のせいでどんどん数減ってて悲しい。なんか中に電池があるみたいですよね。なんか使ってないとなんか壊れるとか壊れないとか。さあ、ラウンドも1-1で体力もいい勝負。おお、張り手怖い、張り手。残り時間が、ああ、おお、横綱ゲストなんで、どん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 OK です。ホンダ X サガットはやっぱなかなか普段 見ないですね。見ないっていうか、やっぱ X サガット使いがね、やっぱ少ないんでね。ムナーリさんもなんか前回も来てくれましたけど、なかなか、おー、張り手張り手、張り手が強い。まあ、ホンダはね、下タイガーを続きで抜けれるので、サガットは上と下を絡めて
まあ、見てからは抜けれるんですけど、やっぱ上のフェイントが入ると抜けづらいので、意外と普通にジャンプ、あ、今前ジャンプ狙いましたけどね、タイミングがずれた。さあ削らない。さあ上しか打ってねえぞ。相打ち早い、電池交換簡単にできるよ。あ、そうなんですか。じゃあね、交換してどんどん基盤を増やしてほしいですね。お、画面始まらない。よってかっこいい4段フィニッシュ。あ、当時豪気使えると分かった時衝撃でしたね。これはねすごかったですね。僕もまあ地元のゲーセンで、まあ、誰かが情報を持ってきて出した時はね衝撃的でしたね。でしかもあの正確な出し方がまだ判明しなかったんで、最後ボタン6個を全部押すじゃないですか。あれで、ね、もう全部のなんかボタンを大パンするみたいなこと大パンすると出るみたいな感じで出してましたね、うちの地元のゲーセンでは。そしたら大パンしたら本当に出てて衝撃出したよ。まあ、たまたまちゃんとね6個ボタン押せてたからなんでしょうけども、一番衝撃的だった、のは四天王が使える。これは一気に火がつきましたよね。つきましたね。しかもみんなベガですよ、その時は。あの時はみんなベガ使ってましたね。おお。ムナアリさん連勝続いてます。スーパーのトーナメントモード どうでしたか。やりましたよ、やりましたよ。初めはあれも面白かったけど、なんか一瞬にして消えちゃいましたね。結局なんか何だったんでしょう、なんか人がなんか集まんないと成立しないモードでしたからね。なんかおー下がって強いですね。おおお、2段2段はじ、おお、さあ魂の続き削んない。おお、ここは続き、今多分ショーなんで相打ち OK みたいな感じですかね。く差が強え、黒を知りたい。ダッシュ時代のベガほんとひどいけど、ベガガイルサガットベガの3スクンで永遠かぶせます。近所にあったなあ、結構多分苦労を知りたい、僕の苦労のことですかね。うん、まあ、ダッシュ時代はね、僕は一応初代からチュンリー使いなんで、まあ、ダッシュもまあバリバリやってて、まあ、ダッシュガイルがもうどうにもなんなかったですね。もうベガとかよりも、もうガイルだけはもうどうにもなんないような時代でしたよ、ダッシュは。
お、横綱三段ダッシュのサガットも強体がアッパーか4分の1が減ったような記憶が、まあ、ダッシュ、サガット、そうだね、結構あれもインチキでしたね、サガット。ダッシュのアパカは何がやっ、おお、なんだ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 、おーいおいおい、ムナーリさんのコンボ動画になってるぞ。おお、ダッシュサガットのアパカは相打ちでもめっちゃ減るのがインチキですよね。うん、連続やるか、うん、さあ、さっきからもう永遠といい、いい勝負が続いてる。削り、おー削り角かな今は。しゃがみ中じゃなく立ち台つながるのか、あ、さっきのコンボの話かな。あ、ターボを同乗し、あれは、あれ発覚したのはターボいいね、そうだよね、ターボだよね、うん、そう、あれインチキでしたねみんなやってましたけど、さあムナーリさんの後ろで並んでる友田さんがまだ回ってこないのかとずっと待ってますね。左足で透かして吸うのをやりたいと思うのか まあそうですね、無敵、アパカに無敵が強かったらやばいですよね、うん、ダッシュ自体はね 0.3 秒って書いて、当時はねフレームとか出てないんでね一つ、うん、もう本当、あ、横綱ずっと狙ってた技が決まりましたけど今。そうですね、フレームっていう単語が出たのバーチャからですからね、うん、そうですね、うん、あとそう、ステージによっても全然変わるんで、もうホンダステージは遅くてやばくて、ザンギステージは速いからやばいとか、そのね、急に変わったりするともう戸惑いがすごいんですよ、うん、ここでサガット止める、ここで友田ベガやっと俺の番が回ってきたぜと2D の頃はキャラグラフィックで語られた記憶、うん、まあ、そうですね、スピードのばらつきとかももうこのゲームの良さだと思いますよ、
ホンダステージとかね、なんかいろいろなんか遅くてやばいかったりするんで、その辺もまあ運ですよ、運。まあ、僕なんかいきなり大会で残儀ステージに当たって竜とか当たるとめっちゃ波動速いからやばいんですよ。おおお、さすがにこの時間は、ダッシュ時代だかにゲーセンによってはベガ使用禁止の張り紙あったんすか。ベガ禁止台が、うん、それは初耳かもしれないですね。バーチャ1の中段蹴りですでにフレーム語ってた。そう、なるほど。ハイパーの一足、いや、ハイパーの一足はなんかスローモーションですよね、あれ。バーチャの下、バーチャのタッチパン、下パン、スプラッシュのコンボとか良かったな。スプラッシュ、スプラッシュマウンテン？違うな。画面端厳しい。おお、なんとか暗いに行ってしのごうとしたがそのまま繋がってしまう。お、これは5段ピョって、これはしっかり見てましたね。なんでなんでなんで、の地合い派。いやいや、みんな参加してね、盛り上がった方がね、うん、多い方がね、大会は盛り上がるんで。うん、一応頑張っていろいろ企画最近持ち込んでるんでね、うん、今日はね、変速ミックス2オン2レションマッチの予定でしたが、5チームぐらいになっちゃったんで予定変更しちゃいました。まあ保険で考えた企画持ってきてよかったっすよ。なんかね、人数少ないとね、なんか逆に盛り下がっちゃう企画もあるからね、うん、うん、ベガホンダ。ホンダが間違いなく有利なはずですが、ベガも頑張れるのか。さあ、食らいに行ったけど投げられてしまう。次はバイパーさんですね。バイパーさんもやっと順番が回ってきたかという感じでしょうか。さっきから非常にいい対戦をしてます。普通に考えたらフォークきつい感じがしますけど、気づいたらラウンド取ったりしてるんでね。はい、ハイパーはそうですね、スピードはあれ変わらないんでね、ステージは大丈夫ですけどね。お、掴んで掴んで、あ、バイパーチョップ。バイパーさん、あそこ絶対見逃さないですよね。ちょっとあのずれた飛びにはバイパーチョップ。あと3分ぐらいですか、2分ちょい。リズム
くも12時まで。わかりました、了解です。もうちょっとで終了なんでね、熱い試合を見てみましょう。また体力いい感じ。そうですね、もう早いもんでね、あとちょっとで終わっちゃいますけど、横綱の試合は面白いですね。おお、さあここは本田リード、これが最終マッチに、放送での最終マッチになってしまうか。あと横綱勝利あと1分ぐらいですよね。1分ないですか。1分切りました。じゃあ多分この試合の途中で終わると思います。あ、勝手に切れちゃうけ。まあよくわかんないんで、まあとりあえず、まあ皆さんお疲れ様です。次回も見ないとフルボッコ。じゃあ適当に終了してください。ありがとうございます。